ポストグレスコールは拡張性と SQL 準拠を強調するフリーでオープンソースの関係データベース管理システムであるポストグアーズとしても知られているもともとはカリフォルニア大学バークレー校で開発されたアングラデータベースの後継としてその起源を根拠としたポストグアーズという名前であった1996年にプロジェクトは SQL のサポートを反映して ポストグレスコールに改名された。2007年の検討の結果、開発チームは、ポストグレスコールという名前とポストグアーズという別名を維持することを決定した。ポストグレスコールは、原始性、整合性、独立性、耐久性プロパティを持つ、トランザクション、自動更新可能なビュー、マテリアライズドビュー、トリガ、外部キー、ストアドプロシージャーを特徴としている。 単一マシンからデータウェアハウスや多数の同時使用ユーザーを持つウェブサービスまで様々なワークロードを扱えるように設計されている。MacOS サーバーのデフォルトデータベースであり Linux、FreeBoost、o p e n b o o s t Windows でも利用可能である。p o s t g r e s c o r はイラストラやイラストラを買収しその技術を取り入れた Informix とともに オブジェクト関係データベース管理システムを実装してきた。問い合わせ言語には SQL を用いており、SQL92、99の大部分と2003、2008の一部をサポートしている。db-engines.com によるマーケットシェア調査では、2018年2月現在、オラクルデータベース、マスコール、マイクロソフト SQL サーバーに続いて4位であり、 マスコールとのシェアの差は年々縮まる傾向にある。2012年7月当時は、クラウドサービスプロバイダーのジラスティックによると、オープンソース DB の中でのポストグレスコールの世界シェアは、ジラスティックのユーザー内では14%程度であったマンゴドブ15%。日本のジラスティックのユーザー内では8%であり、世界的なシェアとは状況が異なる。関数により、 サーバで実行される処理のまとまりを定義できる。ポストグレスコール派行を返却する関数を定義することができる。関数の出力は複数の行であり、クエリの中でテーブルと同様に扱うことができる。実行するユーザー、または定義したユーザーのどちらの権限で実行されるかを指定して関数を定義できる。関数の定義には SQL のほか、 分岐やループをサポートする下記の言語で実装することが可能である。言語によっては関数をデータベーストリガーとして実行することもできる。組み込みでサポートされている言語外部のプロジェクトとして対応している言語、ポストグレスコールは組み込みで以下のインデックスをサポートしている。デフォルトは B 期。また、ユーザ定義インデックスを追加することもできる。ポストグレスコールのインデックスには、 以下の特徴がある。データベーストリガーは、SQL データ操作言語の文を実行した際に呼び出される。利用例として、インサート文で挿入される値が妥当かの検証がある。トリガーが実行される条件は、ウェンクで与えることができる。トリガーはテーブルに対してのみ定義できる。ビューに対するトリガーが必要な場合には、代わりにルールを使用する。複数のトリガーが定義されている場合、 アルファベット順に実行される。トリガで実行される処理は関数として定義する。トリガ用の関数の定義には、SQL 関数は使用できないが、PL、PGSQL や、その他の多くの関数用言語を使うことができる。ルールにより SQL の内部表現である、クエリキを書き換えることができる。一般的なルールの用途は、更新可能ビューを実現することであり、 標準 SQL で規定される、インステッドオブトリガの代わりに用いられる。多くのデータ型が利用できる。可変調文字列と可変調バイト列には、最大で 1GB を格納できる。一定のサイズを上回るデータ値はトーストと呼ばれる。機能により、自動的に圧縮され、別領域に配置される。そのため、ページサイズを上回るサイズの行であっても保存できる。さらに、ユーザーが、 データ型を追加することもでき、それに対してインデックスを作成することもできる。利用例として GIS 用の型を GIS とインデックスで検索可能なポストギスプロジェクトがある。ユーザーはほとんどのデータベースオブジェクトを追加できる。データベースの大きさの上限はない。テーブルのバイト数の最大は32トビットである。テーブルの列は1600まで可能だが、 運用上の上限はデータ型に依存する。バキュームとは、追記型アーキテクチャにおける、不要領域を回収し、再利用、または OS に返却する処理である。なお、バージョン8.3からは、Heap、Only t u p l e s が採用され、インデックスの変更を伴わない更新については、削除された行を直ちに再利用することが可能となり、バキュームの必要な頻度は下がった。 ポストグレスコールは MVCC の実現のため追記型のアーキテクチャを採用している。データを削除する際は実際のレコードは削除せず、該当業に削除マークを付けるのみである。更新の際も内部的には削除と挿入を同時に言っている。そのため、更新、削除が繰り返されるテーブルにおいては、たとえ理論的な行数が変わらなくとも、更新、運用を重ねるごとに、 物理的なファイルサイズが増加する。肥大化によるパフォーマンスの劣化を回避するため、次節に述べるバキューム作業を定期的に行う必要がある。各バージョンによって以下の差異がある。ポストグレスコール8.1よりパーティショニングを組み込みでサポートしている。バージョンが上がるたびに機能が追加されている。テーブルパーティショニングは継承を用いて実現する。これは オラクルデータベース7のパーティションビューに近い実装である。テーブルを作成する際、他テーブルを親テーブルとして指定し、継承関係を定義できる。子テーブルに挿入された子は、親テーブルを参照した際にも取得される。親テーブルに対する列の追加やチェック制約の定義は、自動的に子テーブルにも反映されるが、外部キーや一位置性制約は継承をサポートしていない。 パーティショニングされたテーブルへは、親テーブルを通してアクセスする。セレクト、アップデート、デリート文は、コテーブルを含むよう展開されるが、クエリの条件が、チェック制約に適合しない、コテーブルは、設定により、自動的に除外することもできるため、効率よく処理できる。インサートについては、バージョン10以降は、宣言的テーブルパーティショニングによりコテーブルに、振り分けることができる。 バージョン9.6までは、個テーブルを直接指定するか、親テーブルにトリガーを作成することで挿入先を指示して振り分けることができる。ポストグレスコール9.0より、ストリーミングレプリケーションを組み込みでサポートしている。トランザクションログを転送し、すべてのデータベースファイルの変更をコミット後に他のサーバーへ非同期に転送する。単一マスターと複数スレーブを構成でき。 スレーブは参照の問い合わせを受け付ける。参照処理を複数のノードで負荷分散するスケールアウトが可能である。ポストグレスコール10よりロジカルレプリケーションを組み込みでサポートしている。データベース全体ではなく指定した部分だけをレプリケーションできる。ライク術語と正規表現による文字列検索のほか全文検索の機能を持つ。 バージョン8.3以降は組み込みで、それ以前のバージョンでは、カントリブ、サーチにとして提供されている。この全文検索では、文字列から単語を抽出し、天地テーブル、または単語空間を多次元記とするインデックスを作成できる。SQL、MM の全文検索とは異なり、演算子を使用する独自の文法で検索を行う。セレクト。 フロムテーブルウェアツーザベクターツとトスキリ。標準では日本語の文字列から単語を抽出するパーサを持たないが外部拡張であるテックスチャーチ JA を使用することで携帯素解析による検索が可能となる。また、標準の全文検索以外にもプグロウンガ、ルディア、テックスチャーチ、センナ、プジストレイヤー、プグラストなどが外部拡張として存在する。 ポストグレスコール9.5よりデータの新規挿入または更新を行うアップサーット機能が実装された。アップサーット機能とはデータの新規挿入ができれば挿入を行い、新規挿入ができなければ更新を行うもの。ON コンフリクト区を指定するとデータ変更の衝突を適切に処理できるというオンラインオフラインバックアップバックアップには主に3つの方法があり。 SQL ダンプ、ファイルシステムレベルバックアップ、連続アーカイブである。それぞれに、長所、短所がある。SQL ダンプでは、ピコグラムダンプのようなクライアントアプリケーションで、バックアップを取り、リモートホストからのバックアップが可能であるが、データベース全体のバックアップを取る場合には、ほぼ常に、スーパーユーザー権限が必要である。ファイルシステムレベルバックアップでは、バッシュコマンドで、 データファイルのバックアップを取る。この場合は、オンラインバックアップやテーブル個別のバックアップはできない。連続アーカイブはワールを利用するものであり、アドミニストレーターにとって複雑であるが、バックアップでの内部不整合がログリプレイで解決されることや、ワールファイルをアーカイブするだけで連続バックアップできる利点もある。ただこの方法では、データベースクラスター全体のバックアップとなるため、 要求されるストレージは大である。バージョン8.1以降 CPU スケーラビリティは大幅に改善された。以降、改善を積み重ね、中規模のハードウェアであれば、スケーラビリティを十分に確保できる RDBMS となっている。過去のバージョンのポストグレスコールは、他の関係データベース管理システムと比較して、更新処理が遅いと言われていた。 追記型アーキテクチャが採用されており、更新処理は削除と挿入の組み合わせとして実現されていた。特に挿入の際にインデックスのキーを追加する必要がある点で性能差が生じていた。しかし、バージョン8.3にてヒープ、オンリートゥープルズと呼ばれる機能が採用され、インデックスのキーとなっている列の値に変更がない場合にはインデックスの更新を回避できるようになった。 ホットにより、約2倍のスループット工場が確認されている。業界標準の規格に則っ,った、ベンチマーク結果として2007年8月の3マイクロシステムズによる報告がある。以下のハードウェアを使用し、813.73、スペシジョプサーバー2004ジョップススタンダードであった。ポストグレスコール専用もしくは、各種データベース汎用のデータベース。 接続クライアントを利用して管理できる。PSQLPSQL PS は PostgreSQL 付属のコマンドラインプログラムである。SQL を直接入力、またはファイルから読み込んで実行するほか、スキーマ情報の表示などのメタコマンドを持つ。また、SQL 構文やテーブル名などをタブキーにより入力保管できる。PyatminPyatmin は GUI の管理インターフェースである。 ポストグレスコールライセンスで配布されるオープンソースソフトウェアである。多くのプラットフォームで動作し、日本語を含む多くの言語が利用できる。また、専用の SQL エディタは PSQL と同様の入力保管機能を持つ。Microsoft SQL Server Management Studio と似たインターフェースでデータベースを操作できる。ふぷやっとみんふぷやっとは Web ベースの管理ツールである。 PHP で作られており GPL で配布されている。名称は、p m ま a アドミンと似ているが、製品同士の関連性はなく、操作性はかなり異なる。その他 PostgreSQL はバージョン9.0より、レプリケーションを標準でサポートするが、サードパーティー製のオプションソフトウェアも利用できる。PostgreSQL は、クライアントサーバーモデルであり、データベースへの接続は主に TCP、 IP ポート番号5432を用いて通信を行う。通信プロトコルはフロントエンドバックエンドプロトコルとして公開されている。マイケル・ストーンブレイカーは自分が開発を主導した関係データベース管理システムであるアングラの商業化事業を一段落させるとカリフォルニア大学バークリー校に戻り同校で新たなプロジェクトを開始した。プロジェクトの名称は ポストグアーズと名付けられた。このプロジェクト名称はアングラの光景を意味するポストアングラに由来している。ポストグアーズプロジェクトは関係モデルを使ったこれまでの既存のデータベース管理システムの限界に対処することを目的として開始された。最も重要な課題はこれまでの DBMS ではユーザーが自分で新たな定義域を既存の単純な定義域をもとにして定義。 できない点であった。ポストグアーズでは型を完全にサポートするために必要な最小限の機能だけを導入した。ポストグアーズではデータベースが関係を理解すると言われ規則に従って自然な方法で関連する関係から情報を得ることができた。ユーザー自身が型を定義する機能に加えて関連を完全に記述できる機能も備えていた。プロジェクトは他にも 水器型メディアへの対応、大容量記憶装置への対応、推論、オブジェクト指向型データモデルなどを取り入れた。実装においてはデータベースとアプリケーションソフトウェアの間の新たなインターフェースを実験的に導入した。プロジェクトチームは1986年からポストグアーズシステムの基盤を説明した多数の論文を公表した。1988年、 ポストグアーズのプロトタイプバージョンを発表した。1989年6月、数名のユーザーに対してポストグアーズバージョン1を公開した。1990年6月、ルールシステムを実装し直したバージョン2を公開した。1991年バージョン3を公開した。バージョン3ではルールシステムが再度実装し直され、 複数の記憶装置を管理する機構が追加され、クエリエンジンが改良された。1993年には非常に多くのユーザーがプロジェクトに対してサポートと追加機能を要望して圧倒させるほどの状態となっていた。1993年、主として雑然とした部分をきれいにしたことを内容とするバージョン4.2が公開された。バージョン4.2が公開された後、 ポストグアーズプロジェクトは終了した。ポストグアーズは広く使われたが、保守はユーザーに任されていた。マイケル・ストーンブレイカートッーラ・ホーソーンは、ポストグアーズを商業化するために、イラストラ・インフォメーション・テクノロジーズ社を創業して、イラストラの製品名で開発、販売した。その技術は、IBM ・インフォーミックス・ダイナミックサーバーに導入されている。一方、 オープンソースの世界のソフトウェア開発者たちは、ポストグアーズのコピーを入手して、システムのさらなる開発を進めることができた。なぜなら、カリフォルニア大学バークリー校は、ポストグアーズを、オープンソースライセンスである、BSD ライセンスのもとで公開していたからである。1994年に、カリフォルニア大学バークリー校の大学院生であった、アンドリューユとジョリー・チェンは、 システムの問い合わせ言語のインタプリタをアングラを元にしたケルのインタプリタから SQL のインタプリタに置き換える作業を行った。SQL インタプリタを備えたこのシステムはポストグアーズ95と呼ばれた。ポストグアーズ95のソースコードはワールドワイドウェブに公開された。1996年7月にハブ ORG ネットワーキングサービスのマークフルニエは 大学外の組織としては、最初に開発用サーバをオープンソースソフトウェア開発のために活動する人々に提供した。ポストグアーズ95プロジェクトは、ブルース・モーミアンとバディム・ビー・ミカエルと共に、カリフォルニア大学バークリー校に由来するソースコードを堅牢にする作業を始めた。1996年8月1日に、ポストグアーズ95の最初のオープンソースのバージョンが、 公開された。1996年にポストグアーズ95プロジェクトはプロジェクトの名称を SQL のサポートをしているという意味を込めてポストグレスコールに変更した。1997年1月にポストグレスコールプロジェクトとしての最初のバージョンであるポストグレスコールバージョン6.0が公開された。この時から インターネットを通じて世界中のデータベース開発者のグループがポストグレスコールの開発に参加し共同作業によるプロジェクトをうまく調整する体制が出来上がった。1999年7月23日日本ポストグレスコールユーザー会が設立し任意団体として活動を開始した。ポストグアーズはイラストラにより商業化されていたがイラストラは インフォーミックスに買収され、インフォーミックスは2001年に IBM に買収された。2001年以降には、ポストグレスコールを商用サポートする会社が現れた。2006年2月1日、日本ポストグレスコールユーザー会は NPO として再編成された。2011年7月、オープンソースデータベース技術者認定試験において、 基準の RDBMS として採用された。ポストグレスコールのバージョンは以下のように表現される。ポストグレスコールをプライマリデータベースとして使用している注目すべき組織や製品には以下のようなものがある。2008年の時点でポストグレスコールは以下の受賞をしている。ありがとうございます。